はい、どうもちゃんかです。ということで今回なんですけど、今年も来ました、ジャンプフェスタ2024。こちら今日全タイムテーブルとステージに参加する作品と出演声優が発表されたんで、今回のジャンフェスタで発表されるアニメ化情報をタイムテーブル見ていきながら予想していきましょう。で、今回のイベントなんですけど、ステージ数がめちゃくちゃ多いです。はい、こんな感じで今回からレッドステージ、ブルーステージ、こちらの2つに分けて前回の約2倍となる全24ステージあります。そしてジャンプスタジオっていうコンテンツが新たにできて、このステージコンテンツもあって、これを合わせると2日間で全38ステージ、前回のね3倍のステージ数になります。いや、これは多すぎて、情報量がね多すぎてやばいかなっていう感じなんですけど、まあ、これだけステージ数が多いということは情報量も多くなるんで、まあ、過去最大規模のイベントになるんじゃないかなと思いますね。ということで早速見ていきましょう。まずレッドステージから見ていきます。ステージプログラムがこちらですね。2日に分けてという感じで、まずこちらから1日目から見ていきましょう。まずハイキューですね。こちら劇場版ハイキューファイナルシリーズ第1作目のゴミ捨て場の決戦が2024年2月16日公開決定ということで、まあ、昨日ですね予告の方が解禁されて、そのアニメーションクオリティもねめちゃくちゃ高かったんで、いや、これはねレベル高いアニメが見られるということで超楽しみにしています。まあ、特に原作ファンからしたらね、カラスノとネコマの因縁の対決がね全国の映画館で見れるっていうのが本当に激アツなんじゃないかなと思います。いや、こちら楽しみにしていきましょう。じゃあ次ですね、第2プログラム呪術廻戦ということで、呪術廻戦に関しては今放送している第2期の放送がまあ終わる間際あたり、11話12話あたりにこのイベントがあるんで、まあ、もしかしたら続編とかの発表が来るかもなとは思うんですけど、まあおそらくこの線は薄いかなと思います。まあ今日週刊少年ジャンプの更新があったんですけど、まあ呪術廻戦本誌相当とんでもないことに、はい、なってますね。いやー、ちょっとね、まあこれはネタバレになるんで言えないんですけど、いや本当に本誌 やばいことになってます、はい、アニメもね相当今週やばかったんで、いやアニメも原作もめちゃくちゃ盛り上がっているということで、こちら楽しみですね。では次ですね、第3プログラム青のエクソシストということで、今回第3期のある島根イルミナティ編がね2024年来年の冬クーリに放送されるということで、いや、まあ原作で言うと10巻から15巻あたりまで内容なんですけど、まあ7年越しのね青エクということで、いや、これはもう楽しみでしかないですね。出演者の方も、まあ、このラインナップという感じで、いや、すごく楽しみにしています。では次ですね、こちら第4プログラムがテニプリということで、まあ、テニプリに関しては情報関連はあまり出ないかなとは思うんですけど、まあ、こちらもね、まあ、キャストがかなり、まあ、すごいキャストになってるんで、こちら楽しみにしていきましょう。ということで続いてですね、こちら僕のヒーローアカデミアのステージになります。ヒーローアカ最終決戦に向けてねめちゃくちゃ盛り上がっていますし、まあ、第7期はね、まあ、決まっていて、まあ、この第7期がシリーズ最終章となる、まあ、アニメなんで、まあ、こちら今現在ジャンプ本誌で相当盛り上がってる、まあ、最終章がアニメでもね描かれるということで、まあこれは楽しみですね。まあ、新情報に関してはおそらく PV だったりとか、まあ、新しい情報が解禁されるということで、こちら楽しみにしていきましょう。では次見ていきましょう。2日目ですね、こちら怪獣8号のステージということで、まあ、こちら2024年春放送予定ということで、まあ、PV が最近出ましたし、キャラデザとかも、まあ、キービジュアルとかも、まあ、そういった情報は出てるんで、まあ、それ以外の追加キャストとかの情報が出てくるかもしれませんね。まあ、それ以外で言うとまた PV とかの公開ももしかしたらあるかもしれません。まあ、怪獣8号に関しては、まあ、キャラデザだとか PV だとか、まあ、かなり賛否両論分かれてるかなと思うんですけど、まあ、アニメーション自体に関しては PV かなりレベルは高かったかなと思いますし、まあ、作品のポテンシャル的にもね、まあ、序盤かなりね引き込まれる盛り上がる内容かなと思うんで、まあ、こちら楽しみにしていきましょう。では次ですね、第2プログラムルローニケンシンということで、まあ、今現在放送していて連続2クール放送でね、まあ、今年の秋クールまで放送される作品ということで、まあ、これもしかしたらまあ新情報、まあ、続編関連の情報は来るかもしれません。まあ、追加キャストね後日発表ということで、まあ、これ後日ね、まあ、何か続編そして新キャラのキャストが発表されるんじゃないかなっていうところで楽しみにしていきましょう。では次ですね、こちらスパイファミリーのステージということで、まあ、スパイファミリーに関しては第2期はね、まあ、来期2023年秋クールに放送されるということ で先ほどね、あの PV とオープニングとエンディングのアーティストが発表されて、オープニングがアドさん、エンディングがバウンディということで、いや第2期も相当ねキャスティングかなり際立ってんじゃないかなということで、こっちは楽しみにしていきましょう。劇場版の方もね冬に公開されるんで楽しみです。では次ですね、
こちらが問題かなと。第4プログラム、チェンソーマンということで、いやチェンソーマンに関してはもうここで予想しておきますけど、まあ、2期もしくは劇場版、ここで確定で決まるんじゃないかなと思います。まあ、チェンソーマンですね、まあ、皆さん覚えてるかなと思うんですけど、半年近く前にマッパのイベントがあって、まあ、そこでマッパのアニメの新情報とかがねたくさん解禁されていたんですけど、まあ、そこではねチェンソーマンの情報全くなかったんで、おそらく今回のこのジャンフェスで発表されるんじゃないかなと思います。まあ、前回マッパのイベントで発表されなかったのもかなりねファンは驚いていましたし、まあ、今回ジャンフェスかなり気合入ってるイベントになってるんで、まあ、ここで発表して盛り上がること間違いなしといった感じかなと思います。まあ、レゼ編に関してはねちょっと劇場版で見てみたいなっていう気持ちもあるんですけど、まあ第2期でも、まあ、とりあえずね映像化、まあ、続編決まればいいかなと、思ってます。では続きまして第5プログラム、ワンピースということで、まあ、ワンピースに関してはもう本当にビッグタイトルすぎて語ることはほぼないかなと。アニメもそのまま続いてますし、まあ、原作自体もかなり今盛り上がってるんで、まあ、とりあえずは、キャスティングが相当ね、いや、豪華ラインナップとなっているって感じでしょうか。はい。ということで以上がレッドステージの作品たちになりました。というわけで続いてブルーステージ見ていきましょう。はい。というわけでブルーステージ、まず1日目からですね、見ていきましょう。青の箱ということで、いやー、ついに来ましたね。まあ、これはアニメ化待ったなしの作品なんで、まあ、そろそろね、そろそろ決まるんじゃないかなと思います。そして激アツなのが、出演者は後日発表ということで、これね青の箱アニメ化とともに PV だとかキャスティングとかの発表、声優さんのね発表が来るんじゃないかなということで、いやこれ制作会社ガチャガチでね成功してほしいですね。今マジで頼む、本当によろしくお願いします。本当にもう今ジャンプの中で一番好きな作品と言っても過言ではないくらい本当に好きな作品なんで、いやこれマジで頼みます。ということで第2プログラムですね、鬼滅の刃ということで、こちら柱稽古編が続編決まってるんで、まあ、その PV だとか、まあ、情報が出るんじゃないかなと、思います。では次ですね、第3プログラム、ダンダダンということで、いやこれもアニメ化筆頭の作品なんじゃないかなと思います。いや正直そろそろねダンダダン決まるかなと思っていて、まあ、こちらも出演者後日発表ということで、まあ、これも PV だとかキャスティング、まあ、キャストの発表来るんじゃないかなと思うんで、めちゃくちゃ楽しみですね。いやダンダダンに関してはすごいアクション要素だとか、まあ、異能要素ですかね、まあ、妖怪とか出てくる作品というところで、いやかなりね制作会社によってこの作品のポテンシャル決まってくるんで、なんかワンチャントリガーとかすごいこうアクションに全力投球のバトルアクションに全力投球の制作会社とかになったら激アツかなと思っています。まあ、こちらもね楽しみにしていきましょう。ということで第4プログラム、マッシュルということで、マッシュルね続編決まってるんで、まあ、こちら後日発表、まあ、これ多分おそらく PV だとか、まあ、声優さんのね発表来るんじゃないかなと思います。まあ、マッシュルに関してもね、まあ、アニメ第1期かなりクオリティ良かったんで、まあ、こちら2期楽しみにしていきましょう。続いて第5プログラム、アンデッド・アンラックということで、まあ、こちらね2023年秋に放送される作品というところで、まあ、これももしかしたら後日発表という書いてあるんで、続編とかワンチャンあるかもしれないですね。まあ、アンデッド・アンラックもねジャンプの中でもかなり面白い作品なんで、まあ、こちら秋クールね放送楽しみにしてます。では次ですね、第6プログラム、逃げ上手の若君、これもね、まあ、来年以降放送される作品というところで、めちゃくちゃ期待作かなと思います。まあ、前回キャスト発表がアニプレックスのねオンラインフェスだったんですけど、まあ、こちら制作はねクローバーワークスということで注目作品かなと思います。では次、第7プログラム、夜桜さんちの大作戦、まあ、こちらもアニメ化決まってる作品ですね。まあ、この作品はアニメ化ずっとね待ち望まれていた作品の一つだったんで、まあ、こちらも楽しみです。では次ですね、第1プログラム2日目ですね、こちら見ていきましょう。銀玉ということで、これちょっと出演者激アツすぎますね。まあ、この3人の共演見れるのこの作品ぐらいかなと思うんで、いやすっごく楽しみです。まあ、銀玉に関してはスピンオン作品ね、あの3年 Z 組銀八先生が決まってるんで、まあ、これの放送時期とかが、まあ、このイベントで決まるんじゃないかなと期待しています。では次ですね、第2プログラム見ていきましょう。ブリーチということで、いやブリーチに関しては分割4クールで千年決戦編の放送があるんで、で今第2クールが、まあ、そろそろ終わって、でまあその情報ですかね、放送時期だとかまた新しい PV とかの公開があるんじゃないかなと思います。いやブリーチ千年決戦編相当クオリティ高い状況で作られているので、いやこれはね第3クール第4クールと楽しみにしてます。じゃあ次見ていきましょう。第3プログラム、ワールドトリガーということで、ワートリに関しては正直情報関連はあんまりないのかなとはちょっと思ってますね。まあ、理由としては、まあ、アニメの方がもう原作にほとんど追いついちゃっていますし、原作の方も今ジャンプ本誌ではないので、
、まあ、連載の方が割と滞ってはいるというか、まあ、その展開としても、まあ、結構進んではいない感じではあるんで、まあ、こちらどういった情報が発布されるかはまだわからないんですけど、まあ、この作品に関してはね、続編はほぼ確定しているようなもんなんで、まあ、原作ストックでき次第できるかなってところで楽しみにしています。では次ですね、第4プログラムドクターストーンということで、まあ、ドクストは来期ね2023年秋アニメで第3期第2クールが放送されるんで、まあ、こちら楽しみですね。では続いて第5プログラムが地獄楽ということで、地獄楽は第2期の制作が決まっていて、まあ、おそらくこのイベントで続報が出るんじゃないかなと思います。まあ、新しいキービジュアルだとか PV だとか、まあ、そういったところは決まるんじゃないかなと、まあ、こちら期待ですね。ということで第6プログラムがカモノハシロンの禁断推理と姫様拷問の時間です。こちらのイベントになっています。まあ、この2作品に関してはカモノハシロンの禁断推理は来期秋アニメで放送されますし、姫様拷問の時間ですに関しても来年のね冬クールに放送は決まっているんで、この2作品は放送間近というところで楽しみにしています。まあ、個人的には姫様拷問の時間ですかなり好きな作品なんで、これね早く見たいなと思ってますね。では次見ていきましょう。こちら最後ですかね、第7プログラム的聖兵のスレイブとドサンコゲロアナマラメンコイ、この2作品です。この2作品に関しても姫様拷問の時間ですと同じように来年のね2024年冬クールに放送は決まっていて、いやこの2作品かなり好きな方多いんじゃないかなと。特に的聖兵のスレイブはかなり人気作品ですよね。まあ、ハーレムバトルファンタジーということで、まあ、これは結構 PV も割と刺激的なシーンをうまく描かれていたんで、すごく楽しみにしています。そしてドサンコギャルは生ラメンコイもね、これ見たらわかるんですけどキャストかなりいいんですよね。いや個人的にこの作品もすごく楽しみにしています。はい、ということで以上がねレッドステージとブルーステージの作品になりました。で最後にジャンプスタジオ、こちらのコンテンツ見ていきましょう。まあ、ここに関しては人気作品もそうなんですけど、まあ、新しいね新進気鋭の作品が、まあ、かなり出揃ってるラインナップになっているかなと思います。まあ、こちらステージプログラムこんな感じですね。まあ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 続編とか新作アニメ決まってる作品メインで、まあ、ここのラインナップでアニメ化決まる作品だとやっぱり坂本デイズかなと思います。というかこれくらいしかないよね多分。で17日に関しても茜話とか、あとやっぱりこっちですかね、ウィッチウォッチとかですかね。まあ、この3作品に関しては今現在ね週刊少年ジャンプで連載されてる作品の中でも、まあ、アニメ化されてもおかしくない作品の中の3作品なんで、まあ、特に坂本デイズに関しては、まあ、準看板作品といえば今坂本デイズと言われるくらいの、まあ、ポジションに食い込んでる作品なんで、まあ、かなりこれは期待してもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、あとアニメ化決まってる作品とかだと 2.5 次元のリリサとかの追加情報気になりますし、あとは続編決まってるのだと推しの子とかですかね。あと忘却バッテリーもかなり期待かなと思います。他に関してはここのラインナップだと新規のアニメ化が期待かなという感じですかね。まあ、特にやっぱ坂本デイズは来るでしょう。はい、ということで以上がジャンプフェスタ2024のアニメ化予想動画でした。いかがだったでしょうか。まあ、正直ここ1年の中でジャンプ作品に関してはアニメ化たくさんね弾を打たれてる感じだったんで、まあ、正直弾の数は少ないかなとは思うんですけど、まあ、今回発表されるであろう作の中だと青の箱ダンダダン、坂本デイズ、あとチェンソーマンの続編とか、あと往年の作品の続編作品が決まってくると相当熱いんじゃないかなと思ってます。まあ、特に新作だと青の箱と坂本デイズ、ダンダダン、ここら辺に関しては、まあ、そろそろ決まってもいいんじゃないかなと思うんで、まあ、本当にねこれ期待かなと思います。まあ、こちら12月配信のジャンフェスのね最新情報まとめ動画も今後出すんで、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ということで今回はこれで終わりにしようかなと思います。それでは次回ご視聴ありがとうございました。バイバイ。